日本航空006便エンジン火災事故は2017年9月5日に東京からニューヨークに向かう日本航空の旅客機において離陸直後にエンジン破損した重大インシデントである。死傷者が出るまでには至らなかったものの重大インシデントとして認められた事故となった。2017年9月5日東京国際空港から ニューヨークのジョンカイケネディ空港へ向かう日本航空006便は乗員乗客251人を乗せ、帝国の午前10時40分を1分遅れて、10時41分に羽田空港の112番ゲートを出発、同空港の CE 滑走路から離陸した。しかし、離陸直後、006便の左主翼に取り付けられているジェットエンジンが不具合を起こした。 零零六便の機長はトラブルが起きた左エンジンを停止させ、羽田空港の管制等に緊急事態が起きたことを報告することで、航空管制における優先権を要請。この時、C 滑走路付近の芝生からは煙が上がり、状況を確認するために滑走路全体が11時から13時までの約2時間にわたり閉鎖となった。後に、 地域活走路の点検を行った国土交通省東京国際空港事務所の職員が006便の機体の金属部品を発見したとのこと。006便は羽田空港に引き返して緊急着陸することになったが、まだ離陸したばかりだったために大量の燃料が残されており、着陸の衝撃に耐えられる重量ではなかった。そのため、すぐに着陸するわけにはいかず。 千葉県の房総半島付近の太平洋上空を1時間ほど飛行することで、その間に上空で燃料を放出した。燃料が十分に投棄されて機体が軽くなると、12時9分006便は羽田空港の A 滑走路に緊急着陸し、12時13分に908番ゲートに到着した。251人の乗客は全員無事で死傷者が出ることはなかった。 零零六便はその日、機体を JA741J に変え、17時15分に帝国を6時間35分遅れでニューヨークへと再出発。 242人を乗せ、現地時刻の5日17時24分に、ジョンカイケネディ空港に到着した。事故発生当初、006便の左エンジンが不具合を起こしたのは、鳥がエンジンに吸い込まれて衝突することで、エンジンが不具合を起こす、いわゆるバードストライクが原因ではないかと見られたが、機体をくまなく確認しても、 鳥の血液や羽などは付着していなかったことなどから、バードストライクとは無関係であることが明らかとなった。国土交通省の運輸安全委員会は、現地に3人の調査官を派遣。777から 300ER においては、航空機のエンジンとしては最も大きい GE 製のエンジン、GE90 から115バイトを左右に一発ずつ搭載しているが、日本航空によれば、 六段構成となっている左エンジンの低圧タービンのうち五段目を構成しているタービンブレードが112枚、六段目の110枚、合計222枚を内視鏡でチェックしたという。すると、ほとんどのタービンブレードは曲がる、折れるといった損傷を受けており、タービンギアフレームの下部にも縦 4cm、横 0.5cm ほどの穴があった。 このような調査結果を受けて、運輸安全委員会は、発動機の破損に準じる事態だと発表し、この事故を重大インシデントに認定。日本航空において、この認定を受けたのは、2015年に、鹿児島空港で発生した、新日本航空の旅客機とのニアミス事故以来であった。ありがとうございます。